タイラー・モリス・バシュラーは、アメリカ合衆国ジョージア州、エフィンガム郡、スプリングフィールド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のピッツバーグパイレーツ参加所属。2013年の MLB ドラフト11巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツでプレーした。2014年に、 右肘のトミー・ジョン手術を受け、この年と翌2015年は全休した。2016年に A 級コロンビア・ファイアーフライズで実戦復帰。シーズン途中に A 級セントルーシー・メッツに昇格し、2チームで合計38試合に登板して4勝3敗、防御率2.75、73奪三振を記録した。2017年は、 A 級セントルーシーで開幕を迎え、シーズン途中に AA 級ビンガムトンランブルポニーズに昇格。2チームで合計46試合に登板して3勝2敗、防御率3.44、84奪三振を記録した。シーズン終了後に40人枠に登録された。2018年は AA 級ビンガムトンで開幕を迎え、6月25日に、 トリプル A 級を経ずにメジャーに昇格。同日にシティフィールドで行われたピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビューした。この年はメジャーで24試合に登板して0勝3敗、防御率4.22、25奪三振を記録した。2019年はメジャーで前年と同じ24試合に登板したが、防御率は6.95と前年から2点以上悪化した。 2020年7月28日に DF となった。2020年8月2日に金銭トレードでパイレーツへ移籍した。2021年4月4日に DF となり、10日にマイナー契約となった。ありがとうございます。